ハロー、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14、グレンのリベレーター編第114回配信を撮っていきたいと思います。さて現在、モル移動の、モル族の居留地の方に来ておりますが、ゴーセスさん。大イタチの筋肉、果たしてどんな味がするのでござろうな。ヒエンさん。よし、早速狩りを始めるか。せっかくだ、一つ勝負でもしてみるか。シリナから肥えた大イタチを呼び寄せるために家畜の臓物を6つもらっておる。これをそなたとわしで3つずつ仕掛けよう。肥えた大イタチは人の住処には寄りつかん。より人気のない場所の方が誘いやすいだろう。加えて水浴びをしに川に来ることもあるそうだ。互いにここぞと思った場所に家畜の臓物を仕掛け、より多く大イタチの筋肉を得た方が勝利。どうだ、ただ狩るよりも気合も入ろう。やりましょう。よーし、では参るとするか。豪雪は審判役を頼む。無論大イタチ以外の肉ではいかんからな。ふむ、ちょっと待てよ。3カ所だよ。3カ所。水浴びにしに来ることもある。人気のない場所が好き。となると、でも水辺って一番奥のあそこしかないんだけど。とりあえず水辺に近いから、とりあえずこっち仕掛けてみようか。他水ないもんね。どこだ、候補地点、候補地点。あ、あそこね。いや違う、あれはなんちゃらスプライズだな。候補地点、あ、そこか。え、これでしょう。人気がなくて水辺。近くに川が流れている。肥えた大イタチが水浴びしに来るかもしれない。まず仕掛けよう。臓物、これか。敵の気配を。ちょっと待って、あ、ここで始まるの。ちょっと待って、ハンターいいよ。まだ秒数残ってた。慌てすぎ。待って、これ一気に他の候補地も3体くらい出るのかな。水辺がないよね。となるともう人気がないところっていう条件しか当てはまらんけど、しゃあないか。第一候補なんて全く水なかったかな。この上とかどうなんだ。全然人気はないよね。
状況はない。よし、仕掛けてみよう。かなり人気の少ない場所だ。超えた老いたちを呼び寄せられるかもしれない。仕掛ける。お、2体はよはよ。で次はどうしようかね。人気はないということで、どうする。奥行ってみる。若干これさっきのさっきの骨を回収した場所と被ってるね一緒にやればよかったかなっていう。この辺、あ、ここね、完全に割れるの。とても人気の少ない場所だ。多くの肥えた老いたちをおびき寄せられるかもしれない。ちょっと待ってよ。どうだ、カモンカモン。3体も別に出す必要はなかったもんな。よし、じゃあ戻るか。ちょっと現地までワープ。さて、元の場所まで戻ってきましたけど、いらっしゃいませんね、ヒエン様。おお、すべての家畜の臓物を使い切ったか。どれ、お主の集めた老いたちの筋肉の量を確認させてもらうでござる。8個かな。お、シャンメンの方が早かったか。待たせてすまんな。だが、取ってきた肉の量なら負けんぞ。それ、6体分だ。おうおう、確かに。出して、シャンメン殿が得た肉は8体分でござる。これは大差でシャンメイ殿の勝利。あっぱれでござるな。まあねくぅ、負けたか。良い場所に仕掛けたと思ったのだがな。だが、それほどの結果を収めるとは、そなたが敵の気配を察し仕留めることに慣れている証よ。まこと、ドマは頼もしき同志を得たものだ。といたしまして、では獲物を持ってモルイローに戻るとするか。シティナにはシャンメイからまとめて肉を渡してやってくれ。おや、手柄をくれるんですか。アジムステップの料理は見た目こそ優美ではないが、素材が良いのでうまい。そして何より力がつく。それで半死半生から蘇ったわしが言うのだ。間違いないぞ。今日は思いっきり食って試練とやらに備えようではないか。
よし。じゃあ、シリナさんに報告する前にですな。羊かわいいな。報告する前にですな。今日は、これの報告を一通りやったら終わっとこうか。じゃあ、コタンさん。まず、羊の乳を取ってきました。良質な羊乳は絞ってこられたか？できたのなら、羊乳の缶を渡してくれ。はい。超元気な羊がいましたからね。ふむ、この量があれば、約束の数のチーズを作れそうだ。実はな、ついさっきチーズを探し求める客が来たから、先に契約を結んでおいたんだ。やはり、信託は私たちをより良き道に導いてくださる。神の言葉を伝えてくれたシャーマンにも感謝せねばなるまいな。もちろん神の意に沿い私の前へ現れてくれたお前にも感謝している。礼としてこれをやろう。ありがとう。お礼もろうた。これ結構大事な話だったね。ご結婚のことがかかっております。若い女性。お願いしておいたまたまたの大コーラとまたまたの大爪は入手できましたか？はい、どうぞ。ああ、ありがとうございます。壊した嫁入り道具は、タブ族の元へ嫁ぐ娘に必要なもの。用意できなければ、婚礼が破談していたことでしょう。嫁いでいくのは少し寂しいですが、モルは少数部族なので、結婚相手が限られていますし、血が濃くなるのを避け、他所から嫁をもらうことが多いのです。逆に私のように嫁に出されることもあります。これまでは信託通りに行動すればよかったのですが、嫁いだ後信託のない生活に馴染めるのかどうか。他にもいろいろと不安はありますが、まずは嫁入り道具を直さないと始まりませんからね。力を貸していただいてありがとうございました。いいんだよ。自力で直せはするんだね。材料があれば。ということか。じゃあ、部下大佐。あんちゃんが骨にされてなくて安心したぜ。それで頼んでいた乾燥した獣の骨は拾えたか？はい。拾いにくいとこに1個落ちてましたね。うん。この太い背骨は毛長牛。グログロのくるぶしの骨もあるな。おお。これはベルスの骨じゃないか。あんちゃん、助かったぜ。いろいろな獣のサイコロを用意して行う占いをやりたかったんだが、家畜の骨だけじゃ種類が足りなくて困ってたんだよ。占いで牧草地を決めるように信託が下ったから、こうして骨集めをお願いしたってわけだったんだ。手伝ってくれてありがとうな。いいんだよ。じゃあ二元さん、ありがとうございます。先ほど弟が無事に信託の内容をこなし戻ってきました。モル族にとって信託は大切な道しるべ。危険が伴う場合でも相応の意味があるはずなので、できる限りやり遂げたいと思うものなのです。今回も危なかったようですが、おかげで事なきを得ました。これは私と弟からの感謝の気持ちです。さあどうぞ受け取ってください。弟くん無事でよかったね。なんかまだ小さい子だったもんね。大丈夫かなと。いや、ドルベイさん、申し訳ないが、何か用があるなら他の者に頼んでもらえるか。この点検が終わったら子供たちと遊ぶ約束をしているんだ。いい人じゃん。用事は後で、子供と遊ぶのが大事。これ大事ね。じゃあ今回もちょっとヒエンさんとゴーセスさんの話だけ聞いといたら終わっとこうか。ヒエンさん、さあシリナに集めた肉を渡してやってくれ。そなたが積極的に輪に入ろうとする姿勢が何より嬉しいはずだ。じゃあゴーセスさん、ヒエン様のみならず拙者たちとも一宿一般の恩恵に預かろうとは、終節の合戦ますます負けられんでござるな。どうしよう、報告だけしといたら終わっとこうか。さすがに
おかえりなさい、シャメさん。肥えた老いたちは無事に枯れましたか？はい。わ、こんなにたくさん？すごいです。もしかして草原の外の方は皆さん退職でいらっしゃるんでしょうか？これは張り切って料理しないとですね。例の金塊もうまく使えるよう頑張ってみます。コンプリート。さあ次のクエが出ておりますが、どうしようかな。時間的にちょっと微妙なので、今回ここまでにしたいかなと思います。第114回ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。